どうこんちは。よし、なんか車を買ったらしいですね。買いました。おお、いいっすやん。これキャンピングカー作ろうもんで。へえ、うん、でオフロードトレーラーを、うん、まあこれにつけて、はい、うん、でまあまっちゃんと話してんけど、まあ、イベントにちょっと出そうかと思ってて、うん、いいじゃないですか。うん、まあそう、どうせバンやからターボなしとかでしょ、酸素コードマとかでしょ。あ、それ説明いります。一応してほしい。一応四駆ね。ほう、ターボ車なんですよ。マジで、はい、バンやのに。バンやのに。へえ。こいつをまあキャンピングにしたら、うん、もうバリバリ引っ張れるから。へえ。でもオートマ3速でしょ。4速なんですよ。マジで、はい、俺のと変えてえや。いや、もうでもね、これ見てもらったら、あ、変えます？変えるって言いました今。いや、変えないです。いや、あの、変えるって言ってでいいですか。うん、なんなん変える。あ、いや、こういう感じ。ボコボコやん。あの、またこんなのしか変えませんね。あ、そう。はい。まあでもいいじゃないですか。ハイルーフですよね。これハイルーフやし。中は？中はね、まあまあ内装中バンちゃいますやん。ワゴンです、うん。ワゴンの内装なんで。へえ。で、ほんまはね、これ、うん、ボコボコすぎて、ちょっとキッチンカーで使えないんで、うん、っていうことでこれ車内。へえ。まだキッチンカー買わなあかんねんけど。うん。ちょっとこれはもう。四駆のターボやし、まあ、ちょっと値段がするんでね、うん、やっぱ楽しいよね、うん、だからこのキッチンカー使えないから、うーん、まあここもちょっとねざわざわざわってしてるのも分かると思うんだけど、うん、まあこうあんま見てほしくないけど、まあ側面、うん、うん、両、うん、両方からの、いや両方やん、相撲取りにビンタされてます。両方ですやん。そうですね。どうですか、中に。これ、カシューかけて。そう。ほんで、これね、板金してもらうのは、はい、あの、キャンピングトレーラーを、うん、あの、マスターやってもらった、うん、ガクちゃんにお願いしようと思ってて。だから、ま、もうガクちゃん連絡済みなんで。またこれをガクちゃんと持っていきますわ。楽しみ。うん。というわけで、これをね、どんどん、もう、うちらも、どんどん前に行こう。うん、いや、かっこよくなりそう、うん。タイヤとかも変えるんですか。変えます。ほう。あのタイプが欲しいんやけど。まっちゃんのタイプ。これ僕のエブリーなんですけど、うん、取ったったらいいんじゃん。かっこいいよね、うん。でもなんかモデルが変わったんやって。そう、もうこのデザインがないの。ないな。これ良かったのな。まあでもね、これでトレーラーもあのその時にはいっぱいできてるやろうし。そうやね。うん。どんどんイベントも。ちょっと活動していかなかな、まっちゃんな、うん、頑張りましょう、うん、もっといい新車買えるように頑張りますんで僕も、はい、頑張りましょう。じゃあありがとうございました。はい。でこれ、まあ、まっちゃんもなんかあんねんの構想が、うん、ここの後ろに、うん、ちょっと木で箱作って、うん、引き出せるようにして、うん、テーブルなり、うん、コンロとかが出てきたり、はあはあはあ、キャンピング仕様や。うん、当然これはフルフラットで行くっていうな。フルフラットできるように。うんうん。でもあれやんな、大人例えば4人で行ったら2人やんか寝れるのは、うん、でもトレーラーでそう2人で寝れるからな。そうだから4人でキャンピングできるもんな。ただ、うん、こっちで寝る人ちょっと暑いかもしれない、夏は。ああそうかそうか、向こうはエアコンつくから。そうやな、そうやな、こっちかけっぱできんもんな。そう、だ向こうのエアコンのやつをダクトで引っ張ってトレーナーの車にボディに、それもいいかもしれん。でもボコンボディに穴開けてな、うん、でも面白いやろな絶対な、うん、これ面白いと思う。うん、でお客さんが、うん、キャリアくれる。あ、細そう、うん、ルービーでもこれつけれるやん。キャリアつけて、うん、ラックだけ買ったら、あ、ほんなほんなあれか、ここのサビも隠せんねん。隠せる隠せる。でもいいやろな、うん、四駆のターボが高いけどな、うんうん、ちょっと高かったですね、車、うん、ちょっと高いけどな。まあでもこれでちょっと僕らも参加しようよ、イベントな、ね、うん、うん、はい、買ってすぐね
ちょっと壊れたんですけど。まあまあ、これはクーラントのあのトラブルぐらいかな。それ多分治ったであろう。うん。あ、イオンがしてんな。うん。うん、何ギアで？指定2アにして。うん。でも綺麗になったよ。だいぶ。本当ですよ。うん。綺麗になった、綺麗になった。うん。こっちも。ポップアップしてますけど、だいぶ高いんですけどね。向こうはさらに上がるって感じです。よっしゃ、換気扇もつきまして、こちらのテーブルも一応つきましたね。よっしゃ、で、この後はガラスをサックにはめて内装に入っていきたいんですよ。なので、まあ、これ一応取り外せるんで、ちょっと順番は考えなきゃいけませんね。まあ、ここから作業をとにかくちょっとずつ減らして、完成品に近いところからスタートって感じで、多分木切ったりするのももう面白くないと思うんで、こんな感じにします。うん、ああいいですね、二面窓。そう、セットまで終わりましたよ。今回はね、ホワイト大理石を作りました。よっしゃ、でパネルも後ろありましたね。でカバー入れて後ろパネルもありましたよ。いや、すっげーでかい。さあ片付けようか。さあ一応テーブルの位置だけ取りますわ。で今回ちょっと新しいテーブルスタイルを考えたんで、まあ、それを実践してやっていきたいと思います。よっしゃ、窓ガラスまで着きましたよ。めちゃくちゃ軽いよ。うん、おお。あのスライドアウト開けた時のあれが見えてるわ。うん、ガラスもこんな感じでバッチリ。あとキッチン周りしたら OK ですね。よっしゃ、こっちもいい感じですわ。よっしゃ、あとマーカーつけて、そうね、あ、あとこれも作った。よっしゃ、シリンダーガードつきましたわ。
マットコーキングもあるんですけど、で、こんな感じ、これがガイドになってもう決まった通りにしか閉まらないようなイメージですわ。ここもそうですね。よっしゃ、あとコーキング作業や。ポップアップはまだ先なんで、作業は。よっしゃ、ええ感じのアングルになりましたよ。これがスライドアウトをしている時ですね。で、これを畳んで格納すれば、これは全部隠れちゃうんで、いけます。ここにつけてきますわ。9mm。よっしゃー、できたぞ。今回は外付け用にしました、とりあえずもう中から出すも結構ガラスがついてたりするんで、この隙間を開けてここから出すとかすると、まあ、レールが残ってグリスの匂いがしたりとかして嫌やろなと思って、今回は外付けにします。シンクもつけました。こんな感じで蛇口、今回2個だけだと思うと思うんですけど、実はここに隠すシンクが入ってます。これはスライドアウトを伸ばしたら出てくるんですよ。あんな感じでシンクが中に入ってます。でスライドアウトを引くとそのままシンクは使えるようになるって感じですね。さあ、試作品の、試作ステイですね。試作モールっていうんからできました。端っこはカールさせてるん でこれ何に使うかというと、ここが切りっぱなしでフィニッシュしてるんで、まあ、このモールを取り付けると、柔らかい R の角になるって感じですね。ここにつけます。